イエス、どうも。リアイブドコチャンネルです。はい。今回は、タイトルにある通り、次のブレイキングダウンで、ちょっとヘズマリぶっ飛ばそうかなって思いまして、はい。ちょっとブレイキングダウンの説明はもういらないと思うんですけど、はい。マジで、次のブレイキングダウンで俺、ちょっとヘズマリぶっ飛ばしに行くんで、よろしくお願いします。まあヘズマジで逃げねえよ、お前クソガキ、お前マジやってやるからな、お前マジでぶっ通すかな、お前マジで逃げんねえよクソガキが。はいね、ちょっとさ、あれ体重もさ、まあ、ちょうどいいしさね、お互い YouTuber ってこともあるしさ、なんかヘズマ的にはなんかこの間ね、ブレイキングダウンでなんかもうしばらく出ない的なことを言ってたんですけど、いや関係ねえから、うん、まずお前は俺とやればね、ブレイキングダウン出続けなきゃダメだから、うん、わかる。で、なんかちょっとなんか痩せるまで、なんか体重絞るまでなんかもう出ない的なことを言ってたんですけど、いやもう関係ないから、まず俺とやれよな。お前逃げんねん、クソが来てね、マジぶっ倒してるからな、マジ逃げんねん、お前。で、なんで俺がね、こんなヘズマに執着してんのかっていう話をしたらね、まあ俺 YouTuber じゃないですか。で、なんか俺2014年ぐらいから YouTube ずっとやってて、まあ第一世代ではないんですけど、まあ第 1.5 世代ぐらいなんですよ俺、うん、YouTuber 第 1.5 世代ぐらいの、多分ね、多分コムドットとか、そうフィッシャーズとか、もうその辺のなんか今なんかちょっとね、名を馳せてるクソつまんない YouTuber より先に YouTube やってるんですよ俺が。ね、俺のチャンネルを潰したバンなんとかチャンネルとかいうね、カップル YouTuber より先にやってるんですよ俺が、うん。で、なんでそのヘズマと関係あるのかっていうと、その話はなんかヘズマってもともとなんか YouTuber やってたんですけど、なんか動画がなんかもう犯罪じゃないですか、うん、なんかいろんな人になんかもうバーってなんかいきなり取りに行ったりとか、結局さ犯罪を犯したじゃん、スーパーでなんかね、魚の切りに食った動画アップして捕まったと思うんだけど、うん、なんでなんかそんなことをしてるようなやつらが YouTube でそんなことしてるようなやつがなんか俺より知名度あるのか、もう俺マジわかんないし、なんかそこがちょっと鼻につくんだよね。なんかそんなことしてるようなやつになんか負けてるってのがちょっと俺鼻につくんだよ、うん、だからちょっとブレイキングダウンでちょっと一発やってやろうかなと思って、うん、今動画撮ってんだけど、うん、マジ俺は叩き上げだからさ、ね、叩き上げだから俺、ね、俺そういうさ、なんかちょっと登録者の伸びとかにさ困ってもさ、そういうなんか犯罪じみた動画撮らないしさ、ね、ちゃんと成功法で撮ってるわけだよ、うん、こうやってさちゃんと撮ってるわけ、犯罪も何もしないでね、真面目にやってるようなやつがさ、なんでなんかこんなさ、なんか日の目も浴びずさ、なんかそんななんかクソつまんねえなんか犯罪をやってるようなやつらをさ、なんか眺めなきゃいけないの、画面越しで。意味わかんねえじゃんそれって普通に、うん、俺の方がさよっぽどさ、YouTuber としてはさ成功じゃないけどまあちゃんとしてんじゃん俺の方が YouTuber として、うん、だから俺叩き上げなんだよマジで、叩き上げダメんだよお前、なんかクソが来てめこらおい、マジぶっ倒してるからなヘズマン、マジ逃げんなよお前、次出ろよ第6回ブレイキングダウン。まあお前はそこで試合して、俺が引導を渡して、まあ引退するなり何なりしてくれな、俺が引導を渡してるからな、てめえマジ逃げんねクソガキ。以上。